カロリナ・レグニツカ、または、シャルロッテ・フォン・リーグニッツ・ブリーク・ボーは、シュレース・ビヒホル・シュタイン・ゾン・ダーブルク・ビーゼンブルク・コー、フリードリヒの日。レグニツア・アブ・ジェク・ボーフ・オアバコー・フリスティアンの長女で、母は、アンハルト・デッサ・ウコー、ヨハン・カジ・ミールの娘ル・イーゼ。レグニツ・ア・公爵夫妻の長子として生まれた。両親はそれまで、ヤスト家の女性たちが、誰も名乗らなかった、カロリナを、 娘の名前にした。洗礼式は1653年1月1日に行われた。洗礼の大父には、一族の長老である王王子のレグニツァコイエジルドルフが選ばれたが、イエジルドルフはこの時重病を患っており、結局王子のルドビク4世が大父を務めた。1653年にイエジルドルフが死ぬと、イエジ3世、ルドビク4世、 フリスティアンの三兄弟が共同統治者として医療を相続したが、翌1654年には領土を分割することになった。この分割相続において、カロリガの父親は最も貧しい土地であるボウフとオアバを与えられた。しかし1663年、1664年に二人の兄が相次いで死んだため、フリスティアンは、 レグニツァブジェクの統一公国の支配者となった。レグニツァ公爵夫妻は娘に厳格なカルバン主義教育を受けさせた。カロリナは4歳になるまで父、フリスティアンにとって唯一の子供だった。1657年7月28日、カロリナの妹、ルドビカが生まれ、ポーランド王ヒルドビーカ・マリアが先例の大母を務めた。 しかしこの妹は1660年2月6日に幼くして亡くなった。その7ヶ月後、公爵夫人ルイーゼは、長男イエジ・ビルヘルムを出産した。1664年1月15日、公爵夫妻には、次男フリスティアン・ルドビクが生まれたが、この講師は1667年2月27日に、死んだため、レグニツァ公夫妻の子供で幼年期を生き延びたのは、 カロリナとイエジ・ビルヘルムだけだった。父は1672年2月28日に没し弟のイエジ・ビルヘルムが後継者となったが、幼いために母が摂政となった。数ヶ月後、カロリナは、シュレース・ビヒホルシュタイン・ゾンダーブルク・ビーセンブルク校、フリードリヒと結婚した。フリードリヒは、デンマーク王クリスティアン3世の男系の夜シ後に当たった。心労は、 カトリック貴族の家系の出で皇帝軍に強行騎兵として使える軍人だった。カロリナはおそらく母の取り巻きだったイエズス会士を通じてフリードリヒと知り合ったものと思われる。愛情というよりは政略的な理由からカロリナはカトリックに改宗した。1672年7月4日、カロリナとフリードリヒは密かに結婚し、 それから一年近く経った1673年5月3日に、公式の結婚式が行われ、翌1674年1月12日、カロリナは一人息子、レオポルトを出産した。しかし夫婦関係はうまくいかず、新生ローマ皇帝レオポルト一世の同意の下で1680年8月に、夫妻は離別した。離別時の法的な取り決めにより、 息子は父親に引き取られた。1675年11月21日、弟で、ピアスト家最後の統治者であるイエジビルヘルムが15歳で、未婚のまま亡くなった。カロリナは広告を相続できる、可能性を模索した。しかし皇帝レオポルト一世は、彼女の願いを聞き届けず、公尺領を皇帝の俗領に併合した。1680年9月14日。 皇帝の直令によって、カロリナには年6000ターラーの年金を与えられることが決まった。カロリナは先祖が気づいたこと、ブローツワフに今日定めた。彼女は事前事業に熱心で、新人深く孤独な生活を続けた。1707年12月24日、55歳でブローツワフで亡くなった。彼女の心臓は銀星の壺に収められて、 同志の聖クララ教会に安置され、意外はトシセブニツァの修道院に埋葬された。この埋葬は、ピアステウムと呼ばれる、レグニツァク下代々の墓所に、娘の墓を用意していた母、ルイーゼの意志に反したものだった。カロリナが埋められる予定だった場所は、現在も空のままである。ありがとうございます。